はい、どうもこんにちは、トランティスです。ですね、今回はですね、本日が8月の16日なんで、おとといですね、発表された、乃木坂46の新キャプテンですね、その現キャプテンのレイカちゃんの卒業に伴って、9月2日からの新キャプテンが発表されましたね。一番最初に発表されたのが、おそらくその14日の日の真夏の全国ツアーの京セラドームでだったと思うんですけど、でその後に今公式のホームページと、あとフォルダーで日本で、まあ新内舞ちゃんとねゲストで来てたんで発表があったんですけども、あとりあえず新キャプテンが秋元真奈ちゃんになったっていうことが発表されましたね。まあね、とりあえずね、その新キャプテンとして真奈ちゃんには頑張ってほしいなと思いましたっていうのと、あと僕ね、以前そのキャプテン次誰になるのかみたいな予想の動画を上げてるんで、もしよかったらその多分じゃ右上のなんかびっくりマークのところにピョンって出てくると思うんで、気になったら見てください。その時僕が予想してたのが、まあ2期生3期生と、まあ、1期生とかも入れてたのかな、ちょっと僕はあんまり覚えてないんですけど、でもまあちょっと意外だったなっていうのは思いましたね。正直僕2期生から来るんじゃないかなって思ってたんで、まさかの1期生っていうのと、あと、まあ、秋元真奈ちゃんっていう、まあね、まあ乃木坂の顔というかね、バラエティとかでも出てて、ね、ソロの、ね、そういう活動も多い子がなったんで、ちょっとびっくりしましたね。まあね、現キャプテンにはもうとりあえず9月1日までですね、その神宮のまだあるんで、そこまで頑張ってそのね乃木坂をまとめてもらって、で自分ね卒業っていうのがあるんで、ね、悔いの残らないようにしてほしいなと思うんですけれども、まあ、9月2日からねまた新体制になるっていう感じで、どうなるのかなっていうのは、まあ、今後の乃木坂のね進む道というかね、その方向性はあんま変わらないと思うんですけど、ね、進むのがどういう感じになってくるのか、また少しね気になりましたね。まあ僕はね、まあこれから先もずっとおそらく乃木坂のファンではいると思いますし、坂道グループのファンではいると思うんで、僕もねいつかその YouTube でね、皆さんの目に留まるようになって有名になって一緒にお仕事できたらいいかなっては思ってるんでね、皆さんね、チャンネル登録とかコメントとかみんなにね、友達とかに広めてもらったら嬉しいんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、新キャプテンが真奈ちゃんになったっていうのと、あとそうですね、今後の乃木坂がどう変わっていくのかっていうのがすごく楽しみになりましたね。まあ、今回はこんなところで終わりたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録、そしてね、友達とかに、まあ夏休み中なんであんまり会わないと思うんですけれども、まあその、SNS とかで、シェアして、Twitter とかでね、拡散してもらって、どんどん広げても、ね、このチャンネルのことを広げてもらったらいいかなと思います。では今日はこんなところで終わります。ありがとうございます。